カレッツオーニコは、イタリアのベネツィアにある、カナルグランデに面する宮殿であり、現在は18世紀頃の作品をメインとした18世紀、ベネツィア美術館として公開されている。ベネツィアの文化や芸術遺産を管理している、ホンジーネムセイシバサイディ・ベネツィアの一つでもある。カナルグランデのリオディ・サンバーナーベの一角に建てられた宮殿で、古代ローマ貴族のボンケが所有していた。 1649年に、当時のボニア、当主、フィリッポ・ボンが宮殿を建設することを決め、ベネツィアでのバロック建築の第一人者の一人である、バルダッサーレ・ロンゲーナに設計を依頼したが、フィリッポ・ボンも、バルダッサーレ・ロンゲーナも完成する前に、亡くなってしまった。宮殿は、ラッツォナコケが買い取り、設計は、ラッツォナコケから依頼された、ジョルジョ・マッサリーが引き継いだが、 バロック様式のみならず、ルネサンス様式やパラディオ様式などいくつかの様式を持つ美しい宮殿となったのは、ジョルジョ・マッサリがバルダッサーレ・ロンゲーナの設計を引き継ぎつつ、独自の設計もいったためいくつかの様式を持つようになったことによる。完成したのは、建設が始まってから100年以上経った1756年であった、ラッツォナコケは貴族などではなかったが、 ベネツィア共和国がトルコとの戦争などで財政が枯渇したため多額の寄付をした符号に貴族の権利やリブロ道路と呼ばれるベネツィア共和国の貴族名鑑に名前を入れる権利を売ったりしていたためラッツォナコケも多額の寄付を行い宮殿を購入することができたラッツォナコケは1758年にカルロ・ラッツォナコがローマ教皇への選出に出るなど一時期は映画を極めたが その後没落1810年までに家計は途絶えたが、ラッツオナコという名前は宮殿の名として残った。建物正面は大理石の3層構造となっており、中央部はポーチがあり、両側はそれぞれ2つのアーチを持っている。2階3階は7つのアーチで構成されており、バルコニー部分はバロック様式がより際立つデザインになっている。 内部は1758年に改修され、天井にはジョバンニ・バッティスタ・ティエポロなどによるフレスコ画が描かれており、ベネツィアうちに現存するフレスコ画としては最も保存状態が良いものの一つである。一階はピアノのびいれとなっており、カナル・グランデの面したところから奥のボールルームまで大きな客間となっている。両サイドにはそれぞれ4部屋あり、そのうちの1部屋がチャペルとなっている。 チャペルの天井には当時の当主ルドビコ・ラッツォナコが結婚したのを記念してアポロンの戦車に花婿と花嫁が乗っている絵が描かれている。また奥のボールルームの壁には騙し絵の手法が取られ実際の広さよりも大きく見えるようになっており、また天井にはアポロンがヨーロッパ大陸、アジア、アフリカ大陸、アメリカ大陸などを飛び回る絵が描かれている。 その奥には2階に続く階段があり、大理石の手すりや彫像で装飾されている。宮殿は19世紀に持ち主が目まぐるしく変わる。19世紀初期にイエズス会の大学として使われていたが、相続の複雑さからピンデモンテ・ジョバネリ家の手に渡ることになる。しかし1832年にピンデモンテ・ジョバネリ家は宮殿や調度品などを一切売却してしまい。 その後1837年にラデスラ・ジリンスキー、伯爵が手に入れる。1880年代には、イギリスの詩人ロバート・ブラウニングの父である画家の、ロバート・バレット・ブロウニングが購入し、一時期アメリカの画家ジョン・シンガー・サージェントが一部屋を曲がりしていた。その後ブロウニングに対し1906年に、ビル・ヘルム2世からライオン・ロフォン・ハイシャルでミナービー。 白爵へ売却するう依頼などもあったが、ブローニングはそれを無視しまた宮殿を芸術の拠点とするべく浪費を重ねたため、最終的にブローニングは破産してしまう。1920年代には、アメリカの作曲家、作詞家コールポーターが宮殿を月4000ドルで借りていたこともあった。コールポーターは50人もの給仕を雇ったり、宮殿をより輝く色使いにしたいという理由で、 綱渡りの曲芸の一団を雇ったりしていた。そして1935年に長い交渉の末、宮殿はベネツヤの持ち物となり、18世紀のベネツヤ芸術のコレクションを展示する美術館となることが決定した。その後数々の絵画や彫刻が集まり、ベネツヤ屈指の美術館となっている。ありがとうございます。